どうしても戦うというなら手加減はしませんよ。どうしても今やるんやな、ライナー、ベルトルト、あ、どうしてもやるんやな、それ進撃の巨人やっていうわけで、チーズジョニー君どーというわけでな、今日はな、ガチャの闇徹底検証第4弾やね。今もう3日ぐらいドラゴンボールレジェンズのな、ガチャの闇の徹底検証とかロワザとか続いとるわけやんか。それの今日第4弾なんよ。で、今日やるんはな、行こうか。みんなその目で確かめたって、アイテムで、ガチャチケット。で、これやね、レベル3チケットってどうなんて。ほら、わし、11枚も溜まっとるわけやんか。11枚も溜まっとって、どんな確率でな、何が出るかな、徹底検証しよう思っとるんよ。みんなその目でな、見て確かめたって。いうわけで今日は、みんな大好きガチャ動画やね。お仕事間違ってます。ま、結構、キャラクターをするんよ、つまへん。ちょ、ガチャやって。で、無課金チケットやって。今んとこ無課金やけど、そのうち課金して、運営さんに下ろせなかんな。これやね、マスターズパック3、まず11、あ、1回1回引くんやわ。これも結構な情報ちゃう。あ、10連やったら、結構確定演出1回来たらその10枚いいもの来るわけ。あ、赤目やわ。1回目見ようか。いやー、スーパーサイヤ人とるよー。怒っとるよー。クリーンで怒ってもったよー。見ると思った。行ってまで。え、元気だ、乗ってもった。黒髪悟空の、元気丸々あったー。はやー。わーお、フリーザ。あ、耐えられんかった。もうフリーザも大変やな。あなたを倒してキャベ。え、これ、貫突しとるんちゃう？キャベ。あ、Z メダル、1メダルやった。チケットは、Z1 メダルになるんよ。え、でも、キャベいうことは、そこそこ新しいキャラ来るんかな？なんか、昔のもうなんか、あ、普通の目や。なんか、出まくっとるよってキャラちゃうくて、そこそこ新しいキャラ来る。え？これ昔のキャラやけど結構おいしいんちゃう？どうやろ？あ、貫突しとったー。ええけど、貫突しとった。ええよ。いや、これは、でも、美味しい感じやね。今の結構昔のなんかな。わしもそんな初めてあるやからわからんけど。え？スーパーサイヤ人2ベジータ。ビルスにブルマがなんか、叩かれた時に怒ったやつやろ。あ、これも貫突しとる。そこそこ昔やけど、そこそこ新しいやつも来る、新しいか中間ぐらいに出たやつも来るんかなって感じやな。どうやろ？え？さあ、全部スパーキングやわ。まずお前から血祭りにあげてやる。これ、イベントでなんか全開突破させてくれるやつやんか。また来るやろ。いや、わしもこれ感動しとるんよ。いや、このガチャ、でも、なかなか美味しいんちゃう。M3 ガチャやね。これはなんか初心者行って、あ、宇宙は見るんよ。宇宙で行ってのは見るんやって。そしたらなんかやっぱ、いいやつ来るんやって。あ、じゃこれ検証やんな。来るんかな。え、宇宙見てるよ。宇宙のコスモでペガサス流星拳。フリーザどないするんかな。あ、語学やった。語学やった。なんか鼻水がポッと。あ、GT ベジータ、これもあれイベントで全開突破させてくれるやつやんか。それからまた来る思う感じやから覚えといた方がいいよ思ってます。多分また来るわな。結構何回かこうくるくる回って来るやんか、そのイベントやね。それからこれは、あ、ドラゴンボール綺麗やけど、普通の絵は。どうやろう、チールでと。いや、これバーダックと過去に戻ったバーダックが戦ってたやろう。いや、これも、いや、今んとこ全部貫突しとる。いや、Z1 メダルやね。いやー、どうやろう、ちょい、なんか、2、3体は欲しい感じ、キャンジちゃう、キャンジ。2、3体は欲しい感じだね。なんか新しいキャラだ。あ、これどうなん。あ、おー、いっとる。あ、あと200で、あ、次の突やわ。ナイスやった。1体目がでも、なんか遊戯王に出るキャラやろ、これな。どうやろうな。あ、普通名やわ。これどうなん？これ強い。これの全開突破待っとる。この一節技が好きやって、瞬間移動かめやめや強いんよ。この一節技やな。めっさ昔のキャラなんに、で、なんか救助もなんか、瞬間移動で助けるもなんか、2回か3回使えるんかな。これはいい感じやで。いや、これは、初心者絶対引きやね。結構、もう、でも、何やろ、やりっこちゃん、あ、お、来たわ。え、これ、2連ちゃんちゃうけど2回来たわ。あ、赤突星5やって。やっぱ、あ、ちょ、あれやった、なんか、
なんかパワーアップさせとらんけど、何もいじっとらんけど、戦闘力100万やったけど、いい感じやわ。これなんか、あれやね。なんやろ、その、イベントとかで役立ちそうやな。キャラ被って強くなるとなんか、だから石で引くようない感じのキャラ出したい時とかに、縁かな、もって。これどういうことなん？あ、スーパーサイジンする孫悟空、赤のやろ。全然みんな使わんやんか。あ、ナイスや。赤星を言ってるよ。戦闘力100万ね。何もパワーアップさせらんかった、いじってらんかった。いろいろキャラおるよ。あらすやで。わしもいろいろパワーアップさせたり、いじったりせなかんな。遊び方いろいろやんか。まだまだ楽しめるわけやで。あ、タオパイパイ。いやー、スキップなんかな。おぉ。いや、これ、貫突しとるんだ。あー、いうわけでなくなってもうた。いうわけで、まあ、言おうか。どうしても戦うというなら、手加減はしませんよ。どうしてもやるんかな。わしもやろう思ってた。というわけで、検証結果言ってもらうと、ハイパーメガリルド2体に、孫悟空のスーパーサイヤ人3の赤の1体やろう。まあ、なかなかないやろ。まあ、初心者絶対引かなあかんガチャ思ってまう。で、なんかその、上級者もたまになんか気分向いたら引くガチャやなっていうのが今回の検証結果やった。というわけで、最後まで見てくれておきに、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼ます。で、みんなもな、ジョニゴンさんと一緒に、ドラゴンボールレジェンド、人造人間21号、大好き仲間、なろや。ほな、あったかくして、寝るやで。チーズ。